Hello, everybody. Welcome back to Let's Play Sword Online Hollow Fragment. Alright. So let's do the Hollow Area story. おすすめって言うけど、汗水垂らして見つけたお宝スポットをそんなあっさり教えられない。まあ分かればいいけど、ちょっと待って、レアなアイテムがありそうな場所なら教えてあげてもいい？ありそうってだけでちゃんとお宝を見つけたわけじゃないから別に構わないわ。場所は聖剣を望んだ待機所よ。思わせぶりなオブジェクトもあるし、結構なお宝が眠っている可能性もある。ほんと根っからのゲーマーみたいね。Let's speak with Philia. トレジャーハントで何日もこもって連絡を取らないことだってよくあるし、そんなに心配されることなんてない。まあそれもあるかもしれないわね。そんなこと私だってよくわかっているわよ。だったら何だって言うのよ。カルマ回復クエスト、興味がないわけじゃないけど、あんたも一緒に。ありがたいけどそこまでしてもらう理由が。そのお人よしに免じてちょっと付き合ってあげる。装備って？なるべく戦闘は避けてきたから装備の耐久値には別。武器の強化はしたいかな。この前樹海エリアを回っていた時に強化素材になりそうな鉱石を見つけたのよ。ほら、一つ持ってるんだけど。ええ、そうみたい。今のままの攻撃力だとここの敵相手にはちょっと心細いから、これで武器を強化したいんだ。うん、手間をかけるね。じゃあその鉱石が手に入ると。Yeah, let's go. Arigato. The chiming ore. All right, let's go. Oh man. Oh my god.
Let's teleport there then. Here we go. It does be good to level up. So I'll probably do the leveling up off camera. Yeah, I'll probably be doing that. Oh, come on! Good. Gotta be careful of some of these enemies. Oh yeah, I don't know if I've said this before. We also gotta be careful of your partner, because if they die, it's also game over. So many areas to go to. Ah, get out of here, you fucking bee! So what's over here? Let's look around here for that treasure. Let's see. Oh, there's another exit. But not where we have to go to get the treasure. Ooh, there's a door. Uh-oh. Oh, yep, there it is. We gotta deal with these enemies first. Shit. Yes. This is the place Philia was talking about. You know Philia is right there, Kirito. I mean, seriously.
Yeah, because this game's gonna get much freaking harder. So it'll be good to level up. Which is what I'll be doing, once I get through the first part of the Hollow area story, is level up before I do the freaking area boss. Treasure! Oh god, what level is this enemy? Oh. It's not bad. Oh my god. Ophelia, I just did a sword skill. I can do this. Oh. Oh no. Oh my god. Please. Yes. Give me that treasure. What? No! No! Are you kidding me? Damn it! Papa, okaeri nasai. Hi, Yui. みんな聞いて驚け。俺はついにやったぜ。これが騒がずにいられますかってんだ。俺はついに念願のあいつを手に入れたんだ。見て驚け。ストレージの、わあ、あったこいつだ。待ってろよ。今オブジェクト化するからな。おいおい、マジかよ。こいつはフライングバッファロー英語肉 S 級食材じゃねえか。おわお。おう、もっと褒めてくれ。なになに S 級食材って何の話？間違いないみたいね。うっそー、そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。そんなに？フライングバッファローがレアモンスターである上に、英語肉のドロップ率はレア中のレアです。Really? もしかしたらアインクラッド全体でのファーストドロップかもしれません。マジかよ。つうことは本邦初公開ってやつか。俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな。素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。いや、空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。まあ、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな。
身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもね。そんなことよりこのお肉美味しいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜシノ。まあいいか。んじゃ噂じゃ絶品って話ね。うん、ということでさ、クライン、このお肉みんなにご馳走してくれるんだよね。うん、もちろんだ。ただまあさすがに全部ってわけにはいかねえ。売るつもりがないなら料理方法を考えた方がいいぞ。そうですね、せっかくの S 級食材なんですから美味しく食べたいですよね。 That is true. If you're just a waste getting all that fucking getting that S class meat, I wanna just fucking ruin it. That would fucking suck. この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。さすがクラインよ、太っ腹。あった。そうと決まれば手分けして準備に取り掛かりましょうか。ピーナ、まだ食べちゃダメ。材料は店にあるもので足りるだろう。肉が立派だからな、添え物程度で十分なはずだ。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。ふーん、なら私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。じゃあ二人で行こうか。うん、でしたら私とシノンさんはテーブル。そうね、ただ食べさせてもらうだけっていうのもよくないわね。キリトはクラインの相手をしてやれ。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるの。For hours, damn. ててよ。聞いてるのか。それであいつが出てきたときに素早く飛び出てバーン。いえ、今思い出しても開始。その時ばかりは霧の字にも負けてなかったと思うぜ。そこで俺はすかさず奴の背に飛び乗った。そうして手にした剣で奴の首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって。Oh God, how long has he been telling this to Kirito? たったいま、飲み物を買ってきたわよ。どこに置けばいい？そこの小さなテーブルでいい。ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通り出来上がる。ここからがまた盛り上がるとこなのによ。まあな。どれどれ。おお、どいつもこいつもすごくうまそう。まずは何よりステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼む。Man, this is making me hungry. This is making me hungry.元のお肉の量がすごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。うわ、すげえ豪華だな。さすが英語肉。はいはい、もう二度と食べられないかもしれない高級食材だものね。ありがたくいただきます。あー、でもクラインは相手を狩る骨を掴んだからまたいつでも手に入れられるんだっけ。ならこのお肉をまた食べる機会があるって
ていうの、羨ましい限りね。まあな。でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。 Yeah, cause that monster's fucking rare as hell. 俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。どうともよ。ただお前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらうかな。どの料理も美味しそうだな。全部食べてみたいけど、一口ずつ食べるとか、その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクライン、それでもいいかな。好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった、それじゃあいただきます。どれも美味しいです、特にこのビーフシチュー。うーん、私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく出てる。どれも美味しいですけど、私はお肉のたたきに一票です。うん、どれも美味しいっていうのは私、ただ今回のメニューの中ならシチューが一番かな。お野菜と合わせるとまた美味しくて。私もシチューが一番美味しいと思う。くそ、うるせえ。今回はお前らに腹いっぱい食わせてやる。 Klein, don't fucking torture yourself. Eat for fuck's sake. If you're hungry, just eat. そこまで言うからにはこっちも遠慮しないけど、本当にいいの？ Come on, Klein. Liz is helping you out here. どう？遠慮なんて無用だぜ。Well, Liz, you tried helping him. もう食べられない。お腹いっぱいだわ。しばらく、お肉はいいわ。というか、この味を覚えてる間は、他のお肉なんて食べられそうにないわね。ごちそうさまでした。人数多かったからみんなお腹いっぱい食べられるか心配だったけど、大丈夫だったみたいだね。だそうだから、クライ、残ってるものを早く食べちゃった方がいいんじゃない。残ってるものっておめえらよ。ステーキが一切れだけか。まあよかったじゃねえか。この肉を味わうならそいつに限るぜ。慰めにもなりゃしねえよ。じゃあ俺が食ってもいいか。ダメに決まってんだろ。ったくしっかり味わわないとな。それじゃいただきます。食べるのに夢中でピナの分忘れちゃってた。あー、ねピナも食べ。Oh no, Peter's hungry. おい、やめろ。そんな切なそうな目で俺を見るな。で、シリカまで残ったのこの一切れだけなんだぞ。俺が取ってきた S 級食材なのに。でもまた取れるんでしょ。コツを掴んだとか言ってたじゃない。Exactly.So just suck it up, Klein, and just give the fucking last piece of meat to fucking Pina. Ah, 取れるさ。取ってやろうじゃねえか。だからこの肉はくれてやるよ。クラインさん、ありがとうございます。
っと暗い、かっこよすぎ。キリトと出会う前だったら好きになってるかも。ねえクライン、手に入ったらいつでも声をかけてね。とびっきりのフルコースをご馳走しちゃうから。ああ、その時はよろしく頼むわ。Yeah, it's gotta be an event item. What? I'm good with what I have for now. We haven't gotten to the hard parts of the game. What was the bridge of, huh? Oh! There. Oh man! Well, crap. Well, too late on that, Philia. Oh, come on. It's been so long since I've done the freaking Hollow story. But it's also a good place to level up and get some strong items. Let's go over here. Let's go in here. What's this say? Oh, this is just a facility. Damn. I think I'll have to come back here another time. Now, where could that bridge be? Here, hopefully treasure. There's nothing. Are you fucking kidding me? Oh well.
Oh, let me guess. Another part of the research facility. Oh, I was gonna say, what enemies? There. Oh, yep. So I had to go over here then. Oh, what the? Oh. Are you kidding me? There. Oh. Yeah, let's get that. No. Because I think we have to go in here. Because I'm pretty sure this is where we have to go. Oh, yep. Oh, this is for the other one. Now, where would... Oh. All the way up there. Oh, great. Three locks. Oh, wait, it won't work now. Damn it. Oh, well. Nothing to them? Oh, this is not good. Oh, no. Nope, I'm out of there. God damn it. Oh. Oh, that's not good. Yeah, we're in a place we're not supposed to be in. Because we're definitely not high enough level for this. Oh no. 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 Come on, c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 ome on. Yeah, 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 this is a place, blah, 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 blah. Why is nothing working on this enemy? How are they all missing? Oh, man. Oh, what the hell? Oh, God. I need to heal up now. Oh. Oh, what?
Oh. Huh. Nani? どうなんだろう。私もパーティーを組むわけじゃないから。どうだろう。私が知っている限りでは、そもそもあの人たちはどこかの拠点に帰ってるかな。そうなんだけど、まあわからないからいいか。わかった。でも気をつけて。いきなり攻撃してくる人も。ありがとう。Here you go, Philia. まさか本当にやってきてくれるとはね。見ず知らずの人のために武器を強化してくるようなお人よしがいるなんて。普通なら武器を強化するって言って預かった武器を持ち逃げして。それは。あんたが底なしのお人よしっていうのがよく分かったから、まあありがとう。大切に使わせてもらうわ。そう言われても私だってそんなに詳しいわけじゃないし。なくはないけど。Yeah. 教えてあげるって。まずはここに来た経緯なんだけど、私もあんたと同じように気づいたらホローエリアに飛ばされていたんだ。でも手に文様は出たりしなかったし、もちろん管理区にも来られなかった。だから休む時はダンジョンの安全地帯で寝ていたの。でも安全地帯にいられた時はまだマシだったかな。この前ここにいる人たちはいきなり攻撃し、ある時私が安全地帯で休憩しようとしたら近くから話し声が聞こえたので、声のする方に近づいてみたら一人のプレイヤーを大勢のプレイヤーが囲んで、そのPK をしていたんだ。うん。しかもあれは相当慣れている感じだった。それで安全地帯はモンスターの襲撃は防げるけど、悪質なプレイヤーの襲撃は防げないってことに気づいたの。それからはろくに睡眠も取らず、他のプレイヤーとも接触をしないようにして過ごしてきたってわけ。そんな時にあんたと出会ったの。でもあのあんたが来てくれたおかげで管理区っていう県内で休みが取れるようになったし、それに武器の強化とかもしてもらったし、その感謝しているってことよ。はい、これで私の話は終わりね。あ、いや、そうじゃ。Oh shit. じゃあさ、あんたはどうしてオレンジの私に構うの？理由で？あ、おかしいとかそういうんじゃなくて、逆に
安心したっていうか、ほら、私はずっとここで変な奴らに囲まれていたから、ようやくまともな人に会えてほっとした。もう十分よ。ありがとうね。ありそうな場所を見つけたんだけど。Ooh, more treasure. Cool. でもそこにいるモンスターが強くて。The monster that's really strong. 出せないの。もし。Oh, it could be a boss. 付き合ってくれない？本当？よかった。樹海エリアのダンジョンの中、隠し扉を見つけてね。そこに出てくるやつが強くて。でもキリットが協力してくれるなら大丈夫だと思う。頑張ろうね。Wait a minute, isn't it only telling me what the hell? I'm pretty sure it only just told me this before, what the hell? Anyway. Alright. So next time on Let's Play Sword Online Hollow Fragment, we're going to do this one over here and then hopefully do this one over here.